クールメイクだけど学校にはしてっちゃダメ。皆さんこんにちは、アーリーチャンネルです。今日はリクエストでね、いただいたスクールメイクをやっていきたいと思います。リクエスト本当にありがとうございます。またリクエストあったらコメントとかお願いします。ライブでね、リクエストいただいて、おお、やってみたかったやつと思ってね、本当にありがとうございますね。まあスクールメイクって言っても学校にはみんなしてちゃダメだからね。私もしたダメだから怒られちゃうからね。うん。なのでね、私は絶対しませんよ。それでは早速やっていきましょう。じゃあね、まあともかく薄くやればいい感じだよね。うん。よし、前髪止めます。朝起きたらさ、前髪やばいことになっててびっくりしちゃったわ。爆発してた。立ってたよね。立ってた、立ってた、踊ってたよ。こうやってね、これ触れるんだもん、こうやってやるとやばいよ。はい、じゃあやっていきたいと思います。じゃあまずは、はい、これをね、いつもはがっつり塗ってるんだけど、もうほんの少しだけつけます。スディークリームでございます。新大久保で購入しました。じゃあ ほんの少しだからね、ものすごく少し、もうこんぐらい、これでいいです。もうほんのちょっとでいいからね。こんのっつったね。こんのほんのっつったもん。塗ります。塗りました。そしたらですね、はい、これもほんの少し、なんかね、ほんの少しっていうか、これだけだとこれはね、白っぽくなるんですよ、肌が。だからそれだとね、ちょっとバレやすいのでね、このキャンメイクマシュマロフィニッシュパウダーをつけて、自然に見せます。あ、ポンスかポン、あい、ポンスかポン。あ、反対になる、これ自然に。こんな感じでございます。そしたらですね、アイシャドウをつけていこうと思うんですけど、アイシャドウを今回ね、上にはつけないんですよ。下の涙袋らへんをね、なんか茶色でもないけど、茶色と白を混ぜた感じの薄茶色をつけていきます。線を描きます。で、皆さんね、結構ね、マットのアイシャドウを使ってる人が多いんですけど、私の家にマットのアイシャドウがありませんでした。ということでね、まあ、そこは、まあ、皆さんやるときは、まあ、マットでやってください。私はこちらのね、ちょっとラメ入っちゃってるんだけど、キャンメイクジューシービュアアイズ06で使っていきます。あー、噛んだった。ゾロザッサー。はい、で今回私はですね、こちらのキャンメイクジューシーピュアアイズ06を使っていきます。こちらの真ん中のこの子を使います。でね、まあ筆はね、やりやすいようにね、私この100均で買ったね、ミニーちゃんのね、わあ、ミニーちゃん消えてた。もうそんぐらい使ってます。確かね、ピンク縛りの時に買ったんすよ。これを涙袋らへんにつけていきます。うん、すごいラメだった。だけど、ごめんね、本当にマットね、買いに行く時間がなかった、ごめんね。みんなやるときはマットでやりましょう。マットのアイシャドウ持ってない、びっくりしちゃった、持ってるかと思ってたわ。こんな感じかな。そしたらですね、チークでございます。はい、キャンメイクパウダーチークでございます。こちらを使っていきます。はい、筆使います。100均です。筆だいたい100均で買ってる。これね、ママがね、持っててね、使いやすくて買ったんすよ。で、チークなんだけど、こういう感じで塗っていきます。ここの端っこまでね、塗りますよ。ピッピッピッ、うん、自然を出すためにね、ぬこっちまでね、ちゃんとしっかりやります。最近暑くない？汗ダクダクなんだけど、鼻に汗めっちゃかく。そろそろエアコンですかね。まだ早い？
バトルですね、もう。本当だよ、本当に暑くて死ぬ。はい、ちょっとつけました。間違えて、あれなんか持ってきちゃった。絶対使ったらバレるやつ。はい、で次はリップをつけていくんですけど、リップはね、こちらの100均でね買ったやつなんですよ。なんかキティちゃんとコラボしたやつかな。名前が BKT シリーズグロス C リップグロスでございます。の薄いやつ選んできました。じゃあね、最後にこれを塗って終わりにします。塗ります。ね、ものすごい薄いんだよね。だからね、絶対バレない。なんかね、ツヤが出る感じがする。こんな感じでございます。はい、じゃあ前髪をね、下ろしましょう。前髪を届いて、はい、できました。スクールメイク完璧でございます。ちょっとね、血色がいい感じになりました。わうんね、なんかね、まあ化粧下手くそだけど、まあまあ今回はね、結構うまくいったんじゃないかなとは思ってます。どうでしょうか、感想お願いします。でね、またリクエストもお願いします。本当にリクエストありがとうございました。こんな感じでした。はい、ということで今回はスクールメイクをやりましたね。どうでしょうか皆さん。私はまあ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 いい感じじゃないかなとは思ってます。それさ、普段さ、お出かけの時もさ、それぐらいのメイク可愛いんじゃない。そうだね、うん、いつもなんか濃くなっちゃうからね。そう、そうだね、そうしよっか。なんかナチュラルメイクみたいな感じでさ、そうだね、可愛いね。この服に合ってるんじゃない。うん、合ってる合ってる。なんか なんて言うんだろうな、がっつりなんか濃いメイクにした方がいい服みたいなあるじゃん。かっこいい系の服とか、これはなんか穏やか穏やかみたいな感じだから、この服にも合ってるんじゃないかなと思います。白と茶色っていうね。うん、ね、またメイク動画やりたいと思います。ちょっとね、下手くそなんですけども、まあそこも含めて温かい目でこれからね、また見てもらえたらいいなと思っております。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。